まあまあまあ、半分半分。OK。最初ね。さあ、どうにかしてこの少年たちを救いたいところ。お兄さん、キョロキョロ、もしかして、お兄、それ、僕、ゼロ、もう、それかは、なかった、3、僕、お兄さん、なんで、僕たちは、実際、壊んのが簡単じゃな、3回ミスれるんだったら。いや、とりあえず、じゃあ、ま、さあ、エンディング2に向かって、頑張りましょう。さあ、まずは、1回目は、多分、見せだけだったはずなんで、特に何にもないはず、気にせず行きましょう。で、おじさんにヒントをか。ヒントおじさん。我が輩を破壊して。レシ。私服の女性。それを、わ、じん、ここに、はな、ま、わが、す、じじいに話しかける意味はないってことか。電話。行き行き体操。行きたい。何これ ACC 市民。なんて呼ぶんだろうね。AC。まあいいや。これだよね。スポンサー。ムーナーさん。これ本物なんじゃないじゃあ。まあいいや、行きましょう。後半戦、スタート。で、でもさっきね、めちゃくちゃ調べたから、余裕なんじゃないですか？はい、車内販売がないんで。ね。正面。もうこっちは、だいぶのパターン確かめちゃったから。こっちは即死があるから怖いよね。暗いのはやめてほしい。ほら、このお菓子がさ、さっきのサポーターがとかじゃないんだもんね。はいはいはい、ケーキの食べ残し。異常があるので進みましょう。これやっぱり後半の方が簡単。ん？でもそんなことないのか。後半はね、3回まで失敗できるから。このお姉さんのね、異変なんかないのかな。俺的にはね、板壁紙とかどうよって思うんだけど。反射して超怖いな、ここから見ると。青い。まあ実際ブルースクリーンって超怖いよね。最近のパソコンあんまりブルースクリーンにならねえのかな。そして結局このおっさんの異変もなかったんだよな、一回目クリアした時は。はい、なし。なしは帰るだ。一つだけ色が白い。異変？雑な異変？雑な異変？一個だけ色が白い。雑？一。あれ？あれで？おかしいぞ。てか別にミスっても戻されるから、あれか。うん。え？ここだけ白なんだ。もともと。あんまそこまでこだわったことなかったから。おばちゃんはこっちを見ない。
先生は触れていない。今の戻るんが正しかった。あ、死んだ。雑な家。今のも7だったから食らってみようかと思ったんだ。いやー、今のがね、3とかだったら絶対逃げたんだけど。7だったからね、食らっていいかなって思って。あれ背景外が飛行機になった。いやー、まさかの。この電車飛んでます、雲の中。別にさ、飛行機が雲に突っ込んでもね、中までは雲入ってこねえけどな。火災の可能性もあるな。でもやっぱ飛行機だよね。雲ですね。おっさん、別のヒントくれる？我が輩、どんなこと言ってんだよ。して列車、それはやっぱ言ってること同じ。ボケてるわこのじじい。このじじい、何もためになりそうで、ためになりそうなこと一つも言ってねえわ。こっち見てこないね。このおばちゃん、時々当たれ判定出るから困るのよね。よし、なーしだね、今回は。そうだね、ここだけやっぱり明かりついてんだね。見てこない。増えてない。なしだね。手もないよね。さあどうなる。よし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 。ん？なんか違うか。今回も俺の中ではなしだな。
ペロ号東京、うん、特になし。帰るか。くっそが。でもね、エンディング2に行く方法がノーミスだとかだったらきついよね。なし。詰まった。よしよし。こっち見てこない、増えてない。ないね。よしよしよし。扉は迫ってこない。そしてないね。扉が出たかあれだよね。扉持って突っ込んできたからかわして先に進まなきゃいけないってことだよね。オッケー。来ない。
なしだな。次ミスったら3回目か。3までいいか。いいわけねえだ。たどり着いた。逃げろ。は、結局これな、7に戻されるだけだから死亡の意味があんまりないよね。何がダメなんだろうな。あ、見てたね今おばちゃん。オッケー。おじさん。誰かモッドで作ってくんないかな。あの8番出口でさ、全部の異変が同時に起こるモッド。怖いと思わない。まあ、あの手はどっか行くだけなんだよね。ないんだよね。なしです。沈んでってる！ってことは正面か。やべ、急げ急げ。最後まで沈んだら死ぬんじゃない？うわー！まさかの時間制限アリバン？じっくり見てたら死ぬやつはひどくない？なんか移動速度遅くなってさ、でもまあ新しい1 いら、なしなんですけどね。あえて正面に正解だったらしい。
とっとと一回死ぬか。結局ミスったら7に戻されるからさ、あんまり意味ないんだよね、この3回までミスれるって。正直どうでもいい。ここなんだよね、ここ手がついてるの。よし、2のカウントが続くけど、別にミスったら終わりなのは同じなんて気にする必要はないかな。この人がよく動く、これもしかして異変。ほら、おっと、車班がない。我が輩よ、ほしれ、じこくはろわす。違うか。さあ、4。クリアしたいとこだね。こっちは出てこない。俺の中ではなしですね。ないのかな。エンディング今回はね、2種類あるうちの2つ目、謎を解いた、いわゆるトゥルーエンドを目指してるんで、どっかに少年が隠れてるとか、ぐらいかとかクリアしたい。今回はね、分裂先生がゼロですね。こういうことやろ。おお。引き返しては来ないね。当たってみたくもあるけど、後ろから。まあ、クリアを。あと1個か2個。あれ？普段と違うところに違う人がいない？いない。ここいないし、先生立ってる。
前来た時こんなんじゃなかったよね。ここも。なんかわからんけど行く。あー！先生が牙を剥いたー！鳥肌まみれだ！うわー！うわあ、嘘だろ。いや、今の何が正解なの？それがわかんない。どうやったら、だって異変があったら先の扉に行くでしょ。お前、牙剥くんだ。いやー。はい、なし。クリアできると思ってただけにダメージがでかい。いらなし。あ、雲の上だ。そもそもさ、ノーミスでクリアしなきゃいけないから、この3回ミスれるが何の意味もないんだよね、このゲーム。あれ？今謎見つけれなかったのにまっすぐ行っちゃった。まあいいか。なんかあったらしい。ないな、進むっていう、やっぱ前半がちょっと混じっちゃってる。見て、来ない。笑ってない？すっごい。裏型はなしね。なし。販売のおっぱちゃんダッシュは1回しか来てないんだよね。こっち向かない。先生は増えてない。扉は開かない。おっさんはハゲてる。俺の中ではなしですね。もないな。
さあ、3回目だよ、失敗したら。3。逃げ切れ。ダメだよね。帰るかじゃん。追いつけるもんなら追いついてみろよ、幽霊さんよ。